私立滝川小学校は、大阪府大阪市北区にある公立の小学校。明治維新の直後1872年、学生発布を受けて設置された。現在の高知は、江戸幕府初代将軍の徳川家康を祀る川崎東将軍の跡地。滝川小学校の正門にある川崎東将軍跡の石碑1872年、旧暦八月二日の学生発布を受けて、 北大組による北大組四区小学校として天幕組総会所の跡地に設置された。北大組は1869年、江戸時代の大阪三里を4つに再編した地域組織の一つとして発足。1875年の大区小区制施行で第4、大区に1879年の軍区町村編成法施行で帰宅となった。その後、 学校制度の変遷で、尋常小学校や高等科併設の高等、小学校、国民学校となり改変、解消。太平洋戦争後の1947年、学生改革により、大阪市立滝川小学校となった。高知の一角に、大阪市立滝川幼稚園が併設されている。なお、高知は1911年11月、 滝川町の川崎島小暮の跡地に移転しており、対面に、江戸時代の大阪町奉行廃下の天満より行きの中島家の門、より木役拓門もある。全国学力学習状況調査では2018年度の場合、国語 A 問題76点で、大阪市平均を10ポイント、B 問題58点で、市平均を7ポイント上回っている。算数も A69 点で、 市平均を7ポイント B57 点で市平均を8ポイント上回っている。2015年12月大阪市教育委員会の学校教育 ICT 活用事業モデル校に指定。2017年1月には日本教育工学協会から学校情報化有料校に認定されるなど ICT 活用に注力しており、同年9月に文部科学省の 次世代学校支援モデル構築事業と総務省のスマートスクールプラットフォーム実証事業の実証校に選定されている。その一例では、文部科学省、総務省の両事業に基づき、突般印刷の開発した学習応援システム、やるキーを2017年度から導入。3年生、6年生の算数の事業でタブレット端末を活用しており、 例えば2019年4月1日から2020年2月13日まで児童一人平均1200問題に取り組むことで児童自身が算数の基礎学習の徹底を図っている。教育目標として自ら考え判断し心豊かに生き抜く子供を育てるを掲げ目指す子供像として大コール確かな学力。 キーコール気持ちの優しさがイコールガッツな心と体、イコール分かろうとする意欲を掲げている。卒業生は大阪市立北陵中学校に進学する。ありがとうございます。